ドラマには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。でもさ、バレンタインデーって子供の頃は一大イベントだったな。いきなりでもさーって何よ。いや、さっきのママの話、今反芻してたのよ。ああ、私がまだイケメンだった頃の話ね。そう。同級生の女の子、森下ちゃんとのバレンタインデーにまつわる淡い青春の思い出ね。私は森下を同性の友達としてしか見てなかったから、淡くもなんともないわよ。ママの気持ちはどうでもいいのよ。私は森下サイドであれこれ考えてるんだから。森下ちゃんにとっては淡い青春だと思うわ。決して叶わぬ清太郎への恋心、ああ切ない。本名はいい加減やめなさいって言ってんでしょう。へいへい。そういうタッキーもバレンタインデーの思い出にはこと書かないんじゃないの。苦い思い出ばっかだろうけど。うるさいわね。その通りよ。山ほど苦い思い出があるわよ。あんたモテない星の元に生まれちゃったのかもね。やめて、運命で片付けないで。でもドジで爪が甘いところは生まれつきかもしれないな。はい、じゃあ終わります。あー、先生から一つ言いが、明日はバレンタインデーですが、学校でのチョコの受け渡しは禁止だからな。絶対絶対持ってくるなよ。見つけたら全部没収な。俺の胃袋に入れるからいいな。先生、あなたたちのやることはこっちだってお見通しですよ。そんなこともあろうかと、私はバレンタインデーイブの今日準備してきました。どうだい担任、さすがに今日なら文句もあるまい。急げ急げ、佐藤くんは帰宅部で帰るのが早いから急がねば。というか他の連中にも見られちゃまずいから、人が来る前に行かないと。最高昇降口へ急ぐだよ。せー、まだ誰も降りてきてない。よし、三組の下駄箱はどこだっけ。二組。ここか、三組。んで、佐藤、あったー、これだ。よろしくお願いします。私は昨夜何度も書き直した手紙を、憧れの佐藤くんの下駄箱の中に忍ばせて、神頼みするように手を合わせた。自分の素直な気持ちと、もしよかったら読み終わった後、体育館の裏に来てほしいということをしたためた手紙に願いを込めて。あんた漫画みたいなことしてたのね。だってさ、そういうやり方が一番インパクトも強いだろうし、効き目も抜群かなと思って。まあ手紙ってのは確かにドキドキするわよね。うん、高揚感でしょ。当時から作詞だったってわけね、タッキーは。そういうこと。演出でなんとか持ってこうというタイプだから。それで佐藤くんは体育館の裏には来たの。佐藤くん、手紙読んでくれたかな。そろそろ現れてもおかしくないんだけどな。え、まさか手紙入ってることに気づいてないとかないよね。いやいや、それはない。スニーカーのところに目立つように刺したから絶対気づくはずってことは。スルー、読んでスルー。嘘だ、それは勘弁して。せっかくチョコレート持ってきたんだから、せめて受け取って。おい、あれ滝沢。あ、先生。何やってんだこんなとこで。え、私ですか。お前しかいないだろう。ですよね。
いや、そのなんていうか、散歩？そう、散歩してたんです。あ、学校の中をか？そうなんです、散歩コースにちょうどいいかなと思って。滝沢、お前大丈夫か？はい、全然大丈夫です、元気です。どうでもいいけど、お前部活もないんだから、こんなとこでブラブラしてないでさっさと帰れよ。じゃあな。あと明日チョコ持ってくんなよ。いいな。はーい、はあ、心臓止まるかと思った。佐藤くん早く来てくれ、このままだとまた担任が巡回に来てしまうかもしれないんだ。滝沢さん、え、はい、3組の佐藤だけど。